皆さんこんにちは、湯のみの湯、大坪ゆかです。湯のみのの山本のぞみです。湯のみのみ、荒川美穂です。私たちマリコレライブ2016に参戦します。はい、まあ、湯のみの湯のみという番組なんですけれども、うん、はい、こちらはですね、マガジン風ラジオという新しいジャンルのラジオでして、そ う, で、ね、そうなんです、うん、はい、まあ、私たちは ね、あのハミラジで3人で一緒にやってきたんですけれども、うん、その流れをずっと汲み取りつつもマガジン風というね、そう、うん、最近リニューアルしたんですよ、うん、そうなんです、そうなんですちょっと大人な雰囲気でやってますね、うんうん、雑誌を読んでいる気分で味わえるラジオです、うん、はい、うん、そしてライブで一緒にやってほしいこと、うん、といえばなんですけど、うん、でもなんかまだちょっとざっくりとしか決まってないので、計画中なんだけど、計画中なんですけど、うん、とりあえず私たちのノリについてきてくださればみたいな。そうです、お願いします、はい、かなりあのマリンさんのラジオの中では子さんっていうか、そう、ね、結構フル株になってきてるので、あのいろいろなんか盛り上げ上手なところの番組的にはあるので、はい、あの私たちが率先してウェーってやっていこうと思うので、可愛、はい、いだけじゃなくて楽しい感じでね、はい、そうですね、はい、頑張っていきますので、皆さんもぜひそのノリについてきてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、うん、気になっている番組といえばユニットは、うん、あ、いいんですか？ちょっと、ゆかちゃんどうですか？いや、なんかあの、ゆか、ありさ、みなみのエムラジっていう番組があるんですけれども、はいはい、皆さんのね、うん、あちらの方にいる大坪ゆかさん、すごく面白いやし、うん、あちらの大坪ゆかさんと、こちらの大坪ゆかさんは、ちょっと別物、ちょっと別物かな、なるほど、ちょっと、湯のみの私は、うん、甘えたかもしれない、うん、甘えた。じゃあ、エムラジの方だとちょっとお姉さんっぽいポジションというか、最初からしっきりポジションだったから、うんうんうん、なんかツッコミな感じだけど、うん、こっちだと甘えたかもしれない。結構ボケてくれるもんね、うん、そう、うん、甘えたで結構おじさん入ってるけど、向こうはおじさん入ってないってこと？向こうはね、おじさんきっと入ってないねどうなんだろう、目が泳いでますが、入ってない、入ってない、入ってない、そこら辺もね、あの聞いてましたのでいただきたいところで、はい、ありがとうございますじゃあ最後に意気込みとファンの皆様へのメッセージを、じゃあミューティーから。はい、はい、皆様、マリコレライブ2016、今回はバレンタインにお届けしますので、うん、ゆのみとしてライブで歌うのはまず久しぶりなので、うんうん、とても楽しみです。一緒に新しい曲もあるので盛り上がりたいと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、湯のみで本当にライブするの久しぶりなので、久しぶりに私たちが披露する曲もあるのでちょっとドキドキですけれども、もちろん新曲もやりますので、うん、こちら皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、そして新曲があるということで、その衣装なんかもすごくこだわって今制作中ですので、皆さんぜひ見届けてもらいたいなと思うのと、やっぱりね、こう長年やってきたリスナーさんとまたこうして会えることを楽しみにしておりますので、うん、ぜひ一緒に盛り上がりましょう。それでは、湯のみの湯のみより、湯のみの湯、大坪ゆかと、湯のみのの山本のぞみと、湯のみのみ、荒川美穂でお送りしました。バイバーイ。あ、違うよ、美穂って美穂に、美穂ごめん、ちょっとこういうとこあるんですよそうだよ、忘れたの、私たちの挨拶これは大事なやつね、決まったばっかり、仕切り直し、仕切り直しが、ゆのみのゆのみより、ゆのみのゆ大坪ゆかと、ゆのみのの山本のぞみとゆのみのみ荒川美穂でした。パタンキュー。皆さん、はい、大久保留美です。はい、博士ゆりです。マリコレライブ2016に参戦します。せーの、青春学園ガールズハイです。どうします、イエーイ。一緒にいただいて、はい、まあ、中にはね、
私なんとマリコレに初参戦します。やったやった。はい、というわけでですね、なんと私待望の CD 第2弾を発売させていただくことになりました。はい、あのですね、2弾目はですね、かっこいい曲というのを目指しまして、まああの女子としてのかっこよさ、そしてちょっとこう男の子っぽいかっこよさっていうのもこう目指した曲になっていますので、はい、ぜひぜひ楽しみにして待っていてください。そしてまあそうですね、なんか本当にかっこいいから、でもこう何ですか、空をバックにじゃないですけど、そういう風な曲になっているので、ちょっとこう拳を突き上げながらじゃないですけど、一緒にこうなんかうおーって盛り上がってくれたら嬉しいなと思います。そしてまあマリコレ初参戦ですけど、気になるユニットありますかということですが、まあやっぱりゲストに来てくれたミカシーのミカッショとか、あとそうだな、あとガルハイとか、あ、イベント一緒にやったんで、ガルハイの二人もどんなことやるのかなっていうのは気になっております。はい、というわけで最後に意気込みということで、はい、私初参戦ですが、すごいたくさんあのマリンさんに曲を出させていただいたので、もうどの曲を歌おうか今はもうすっごい悩んで、あの曲にしようかな、この曲にしようかなってやっているので、どの曲を歌うのかぜひぜひあの楽しみにしながら一緒に盛り上がってください。それじゃあ、はい、以上津田のラジオだから津田みなみでした。ワン、ツー、ダー！バイバーイ。皆様、こんにちは、遠山奈緒です。わー！この度、マリコレライブ2016に、私の、ラジオ番組、遠山奈緒のドリームシアターも参加させていただくことになりました。わー！はい、まあとにもかくにも、遠山奈緒のドリームシアターなるラジオ番組はですね、私遠山奈緒が表現者としての魅力を時に真面目に時に良い感じに磨いていき、夢を実現していく劇場型ラジオということで、1年半くらい、もうちょっとかな、やらせていただいております。ね、今回ライブということでね、ワクワクしているんですけれども、ラジオのテーマソングを歌わせていただこうと思っております。なんといってもですね、ドリシアのテーマソングは皆様と一緒に考えたキャラクター設定をこう一緒に考えて、桃山奈緒ちゃんっていう女の子を作ったんですけども、そのキャラクターソングでありながら、さらに歌詞を皆さんから大募集してですね、作らせていただいた、もう本当にリスナーの皆様とのこうなんていうの、愛の結晶みたいなそんな、テーマソングになっておりますので、それを皆さんの前でご披露できるのをとても楽しみにしております。そしてマリコレライブ2016は2月14日、この日は皆さん何の日かお分かりでしょうか。あーブブー多分バレンタインデーとお答えいただいたと思うんですが、ドリシア的には2月14日に帽子で、煮干しの日でございます。そうなんです、私の愛する煮干しちゃんの日なのでございます。なので皆さん、煮干しをポリポリ食べながらライブに遊びに来てくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、2月14日マリコレライブ2016、よろしくお願いいたします。遠山奈緒でした。バイバーイ。皆さんこんにちは、大坪ゆかです。皆さんこんにちは、清田梨沙です。皆さんこんにちは、高橋みなみです。私たちマリコレライブ2016に参加します。イエーイ、参加します。はい、私たちはですね、ゆかありさみなみのエムラジという番組をやってるんですけれども、この番組はですね、いろんなミッションをこなしつつ、はい、あのアニメイトさんとね、ちょっとズブズブの関係を目指すっていう番組なんですよ。はい、アニメイト、いつもね、この3人で楽しいテンションで、はい、妄想コーナーとかやったりもして、はい、やってる。はい、あの今後ね、いろんな活動をしていこうかなと意気込んでいる、結構新しい、マリンさんの中でも新しい番組でございます。はい、はいはい。そしてですね、今回のマリコレライブが初めての私たちのイベントになるんです。そうですよ。そうなんです。いつも番組の挨拶で、こんばんブヒーってやっているので、ぜひ掛け声として、ブヒーって言ったら、ブヒーって返してほしいね。返してほしいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。あとは、気になっている番組、他のユニットはという質問なんですけど、
があるらしくて。ゆのみ？山本のぞみさんと荒川美穂さんと大坪ゆかさんって人が。大坪ゆかさん？なんかすごい親近感覚える。ねえ。すごく面白いそっちの番組なのでよろしくお願いします。お願いします。ということで最後に意気込みとファンの皆さんへのメッセージをじゃあ一人ずつ言っていきたいなと思います。はい、じゃあみんなから。私から。はい、エムラジ初のイベントということで、まあ他の番組の皆さんの力も借りつつ、あと私たちの本来の力も出しつつ、なんかすごい楽しいお祭りになるといいなと思ってます。皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、エムラジ3人で参戦する初めてのイベントということで、初めましての方も多いとは思うんですが、皆さんとたくさん仲良くなってたっくさん声出して盛り上がれたらと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、そして今回はマリコレライブということで、まだ私たち番組の中では曲はないんですけど、歌っちゃったりなんかするのかなと楽しみにしております。はい、皆さんぜひぜひエムラジのことをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでゆかありさみなみのエムラジより大坪ゆかとひよこありさと高橋みなみでした。バイバイ。皆さんこんにちは、内山由美です。皆さんこんにちは、タレノリサです。はい、ということでこの度私たち東京ラブストーリーがですね、はい、マリコレライブ2016に参戦させていただくことになりました。やったー、ありがとうございます。はい、この東京ラブストーリーマリコレさんは初出演ですので、はい、はい、すごく楽しみにしておりますので、はい、皆さんもねぜひ一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ぜひぜひ、ね、ラジオの方も毎回楽しく収録しておりまして、はい、まあね、ちょっとね遅い時間帯ではあるんですけれども、本当にたくさんの方に楽しんでいただけてるということなので、ぜひねこのライブをきっかけにまだ聞いてないよという方もですね、これから東京ラブストーリー聞いていただければなと思いますし、はい、今回のライブではね、あのテーマ曲となっておりますハローラブストーリーサンキュー軍内、そしてもう一つカップリング曲を合わせた3曲を披露させていただく予定となっておりますので、こちらもね、はい、ラジオのコンセプトに合わせて大人の女性らしさを持っていますので、はい、そうですね、ぜひそんなところも見ていただけたら嬉しいです。はい、今ですね、あのこうやって大人の、まあ、女性をイメージしたというふうになっておりますけれども、なんかこう話しながらちょっと私ちょっとさっきから違和感を覚えておりまして。何？あのなんかいつもよりですね、種田さんの目線がとてもあのこう同じ高さにあるような気がするんですね。あ、疲れた。はい、ということで、はい、こんな感じで等身大でお届けしておりますので、慎重な話。はい、はい、すごくね、笑顔を伝えない素敵な番組になっておりますので、はい、ぜひ皆さんラジオとライブの両方を楽しめていただけてたら嬉しいので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ライブの方はちなみに一応ね、あの念のためお伝えしておきますが、イメージカラーはオレンジとなっておりますので、オレンジです。はい、オレンジの一本をたくさん振って、はい、応援する際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、東京ラブストーリーより内山由美と種田梨沙でした。おスポーク。皆さんこんにちは。今回マリコレに参加させていただくことになりました三上しおりです。はい、三ヶ賞という番組はですね、2015年の10月から始まりまして、マリコレの参加チームの中では一番若い番組です。はい、そんな中でね、今回オープニングエンディング、そしてもう一曲歌わせていただくことになりまして、今回ね、まあオープニングは披露するんじゃないかな、あと何披露するかはまだなので言えないんですけれども、オープニングのスタンバイという曲はですね、とても元気で盛り上がる曲になってます。サイリウムもね、サイリウムから分かってます、大丈夫ですよね。あれ、あ、ないな今、あ、ちょっと近い、こんな色近い、あの、うん、ストレートにこんな色。はい、わかんない方はぜひね、あの番組もう一回聞いてみてください。私気になっている番組は、そうですね、ほぼ全員なんかもちろん面識があり、何かしらで関わったことがある方たちばかりなので、なんかこう心強い気持ちです。もう一番こう若い感じでこうキャッキャ開けそうなメンツの中に入れるかな。あと仲いい子たちにも
こう皆さんに本当先輩たちよろしくお願いしますねって言ってるので、きっと甘えられるかなと思って今からとても楽しみでございます。まあマリコレにねいらっしゃる皆さん、ぜひぜひ本当にあれだけのそうそうたるメンバーの中にね、もう私は入れるのもすごい嬉しいんですけれども、あれだけのメンバーが一堂に会して番組からねこうやって歌を出してライブができるっていうのなかなかないのでね、一緒に共にね1回目昼の部夜の部共に楽しんでいただけたらなと思います。私も目いっぱい楽しむぞということで一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。以上三ヶ所から三上しおりでした。バイバーイ。